はい、エレム整体の翔太です。今回はですね、バランスとかかとの関係ですね、紹介します。バランスですね、非常に、ね、スポーツとかやる上では非常に重要なんですけれども、結構バランスのトレーニング、じゃあどうやったらいいのかってなるとですね、大体がね、まあ、バランスボール乗ってトレーニングしたりとかですね、まあ、あとは筋トレぐらいになってしまうかなと思うんですけれども、実はですね、骨格ですよね、骨の傾きとかね、ズレとかはですね、結構バランスに影響してきます。まあ、その辺ですね、まあ、前回から、ね、紹介してるんですけども、今回はですね、かかとになります。で、今回のポイントなんですけれども、まず一つ目ですね、かかとがどうなるとバランスが悪くなるのか、逆に言うと、バランスがいいかかとっていうのはどういうものなのかっていうのを知っていただくことですね。で、二つ目ですね、二つ目は、バランス、自分のかかとがね、バランスが取れるようなかかとになっているのかどうなのかっていうチェック方法になります。で、三つ目がですね、まあ、簡単なセルフケアですね。簡単に、まあ、ちょっと修正する方法ですね。まあ、根本的にやるにはですね、まあ、もうちょっといろいろとやらないといけないんですけれども、まあ、簡易的にやる方法ですね、最後にお伝えしますので、その辺もですね、ぜひ見ていただければと思っております。はい、では始めようと思います。では始めていきます。かかととバランスの関係について紹介します。で、まあ、ちょっと簡易的に書いたんですけども、これ足ですね。足があって、まあ、こっちが指になって、こっちがかかとですね。で、ここから上にこう足がぐーっと伸びていくっていうような図になっております。で、まあ、今日ポイントになるのはここですね、かかとの骨になります。で、かかとがですね、これ後ろから見た図なんですけども、まっすぐある場合と、かかとの骨が右にずれる場合、かかとの骨が左にずれる場合っていうのがあります。まあ、ここですね、ここの骨ですね、ここの骨がずれるわけですね。で、実は、かかとに体重を乗せれる状態っていうのは結構いい状態なんですけども、乗せたときにですね、こうかかとって骨、実は下がこう平らになってます。こう四角い感じになってるんですね。で、ここがね、まっすぐ乗ってる場合は、これぐらいの面積で体重を乗せれるわけなんですよ。それが、こう傾いちゃったりするとですね、実はこう、こういう点でしかね、体重に支えれないんですね、実は。もちろんね、この辺に肉があるので、まあ、肉では支えることになるんですね。この辺のまあ脂肪とかね、まあ、筋肉とかで支えることになるんですけども、実際ですね、まあ、骨できっちりと支えることができるっていうのは、かかとがまっすぐの場合だけなんですね。そうなると体重にしっかりとこう地面に伝えることができるので、まあ、バランス取りやすくなったりとかね、まあ、あとは瞬発的にグッとこう体重でゴンとかけた時に地面にしっかりと刺さるように、ね、体重をかけることができたりするのは、まあ、この辺のかかとの位置になります。これがずれてると体重をまっすぐ伝えられないので、こういう感じに伝わっちゃったりとかね、こういう感じに伝わっちゃったりとかしてしまうので、うまく、ね、地面に体重が乗らなくなったりします。はい、なので、まあ、ここですね、かかと、この骨がまっすぐであるかどうかっていうのがですね、非常に、まあ、バランスを規定する意味では非常に重要になってきます。はい、という形ですね。そんな形になってます。要はね、かかとの骨がまっすぐいってるか歪んでるかっていう話なんですけども、じゃあそれをですね、チェックする方法ですね、お伝えしようと思います。で、ちょっと見にくいかもしれませんが、まあ、足をですね、見ていただいて、自分の足のアキレス腱ですね、アキレス腱をこうずっとこう辿っていってください。そうするとね、かかとの骨につきます。そしたらね、このアキレス腱の傾きが、こうまっすぐ来た状態に、かかとの骨がまっすぐついてれば、まあまあ OK です。こうやってね、かかとこうやって掴んでもらったら、あ、まっすぐ来てるなっていう人は OK です。ただなんかこうアキレス腱から、あれ、なんか斜めについてない、ちょっと内側についてないとか、あれ、外側についてないっていうふうに、ちょっと歪んでる場合はですね、ちょっと歪んでる可能性がありますので、まあ、アキレス腱の位置をね、こう規定して、まあ、チェックしていただければと思います。まあ、もしね、立ってもね、確認はできるんですけども、まあ、慣れてくるとね、あの結構かかとが歪んでるかどうかって、立っても、ね、体重の乗り方とかで分かりますけども、普段からあの歪んでる方っていうのはですね、結構あの歪んでる状態がまっすぐ思い込んでることがあるので、結構分からなかったりします。なので、まあ、まずはね、しっかりとこう触ってもらって、まっすぐかどうか、アキレス腱から来て、骨がまっすぐついてるかどうかですね、この辺をまず確認していただければと思います。で、一回ね、あの修正とかされてですね、こう立ってる感じで、ね、こう体重まっすぐ乗ってるかなとか分かってきたらですね、もう別に歩いててもね、立ってても、あ、なんか今日歪んでるなとか分かってくると思いますので、まあ、その辺で対処していただければと思います。でですね、最後ですね、じゃあ簡単に、足首のね、骨をね、まっすぐ戻す方法ですね、お伝えしようと思います。まずですね、まあ、歪んでるかどうかのチェックですね、先ほどと一緒のように、アキレス腱から見て、足首がですね、かかとの骨が歪んでるかどうかをまず確認します。で、そしたらですね、足の、上ですね。上を2回さすります。1回、2回。で、外側もさすります。1回、2回、外側ですね。で、後ろ側も下に向かって1回、2回さすります。で、内側は下から上に向かって1回、2回さすります。で、
これでちょっと待ちます。大体まあ1分ぐらい待っていただいたらいいかなと思います。で、まあ、1分ぐらい待っていただいて、まあ、実際にもう一回ね、骨ですね、アキレス腱から切って骨の位置がどうなってるかとかをチェックします。でちょっとまっすぐになってれば OK という形になります。その後ね、立ったりすると結構骨にね、まっすぐ体重乗りやすくなったりするので、まあ、片足だけやってもらって、まあ、左右のね、比べてみて、あ、この感じがまっすぐなのかとかね、感じてもらえればと思います。結構ね、両方やっちゃうとわからなくなっちゃったりしますので、まあ、片足ずつやってもらって、ね、立ったり歩いたりしてみてですね、まあ、かかとの違いってどれぐらい体に影響するのかなっていうのをですね、見ていただければ、まあ、結構面白いんじゃないかなと思っています。で、まあ、この方法ね、結構あの最初に説明させてもらったんですけど、簡易的な方法なので、まあ、比較的、まあ、戻りにくいんですけども、やっぱ戻ります。で、本当はですね、やっぱり体の歪みを直すっていうのは全身の影響なんです。ここだけ直してもね、結局全身の連動で動いているので、全身直さないと。やっぱりうまくいかないので、本当はね、全体にアプローチしていくことが必要なんですけども、まあ、快適なのにはこういう方法を使えるというだけで知っていただければと思っております。はい。そしたらですね、最後、もう一度だけ復習ですね、まとめいきます。そしたらまとめさせていただきます。かかととバランスの関係についてです。かかとの骨ですね、バランスを取るには何が重要かというと、このかかとの骨がまっすぐ、足に対してまっすぐあるかどうかですね、横に傾いたりしてるとバランスが悪くなりますよって感じですね。なんでかというと、こうかかとって四角なので、この下の面積ですね、この面積が広い方がバランス良くなりますので、まっすぐだとこれぐらいの、面積で体重が支えられると。傾いてしまうと骨が当たるのがね、こういう角だけになってしまうので、どうしてもバランスが悪くなるって話になります。なので、まあ、かかとの骨がね、きっちりアキレス腱からまっすぐつくようなかかとの形っていうのが、まあ、バランスを良くしたいからですね、まあ、瞬発的に地面を蹴ったりすることが、求められるスポーツですね、には必須になってきますので、知っていただければと思っております。はい、ということですね、まあ、今回はですね、こういった形で、まあ、かかとの骨ですね、かかとの骨と、まあ、バランスとかね、まあ、バランスだけじゃなくて結構ね、あの例えばサッカーの切り返しとかですね、もう、まあ、何でも言いますよね、あの野球のね、片足のバランスとか、まあ、ピッチャーの時の返却でのバランスとか、ね、まあ、ほぼほぼかかとがずれるとですね、体の上の連動もうまくいきませんので、まあ、体のね、バランスを取るためにはですね、かかとの骨の位置チェックしていただければと思います。はい、ということで今回はこれで以上にさせていただこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。